ございます。どこに？住みます芸人生活最後の課題として始めた100本漫才が順調に進む中、成長を試す絶好の機会が訪れた。広島吉本に所属する若手芸人たちが実力を競う DD ライブ。観客の投票で上位6位に入れば翌月のレギュラーの座が確実になる。広島で活動していた頃、なかなかレギュラーになれず苦悩していた2人、その舞台に再び立つ。もうちょっと早くやったらよかったのに、はい、もったいないなと。今回のライブには100本漫才で身につけた山口県ネタで臨む。県外の人に聞いてもらういい機会だ。本番での持ち時間は3分、タイムアウトは許されない。なんで使いがおかしい。幸せます。どこで使ったよ。もうよ、来ました。やっぱ超えるな。ちょっと超えるな。この日出演するのは広島吉本などに所属する10組。ほとんどがウォンテッドより芸歴の長い先輩芸人たちだ。一組ずつがそれぞれが出てきて、バン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 出てきて、でクリアしたら居座って、でダメだったらその組が何回も挑戦するんですけど。本番に備え衣装に着替える。いや違う、そう配信終わってから食べる。山本の体型変化には先輩たちも言葉を失う。絶対やばい。すごいな。俺の流れかは嫌だったな。広島吉本の先輩芸人フリータイム。広島県住みます芸人としてラジオのレギュラーを持ち、CM 出演も果たしている。DD ライブではレギュラーで安定している。客観的に見ると当然かなとも思いますし、結果残せてなかった自分たちが悪いっていうことですから。本当そうです。で山口のその住んでる方たちはまた優しいですからね。またウォンテッドが多分甘えちゃうんでしょうね。で微妙にちょっとブサイクでもないしってなった時に、ちょっともう若い子たちもあ、ウォンテッドさんだみたいなの言われた時に、あ、人気出たと。はい。だから山口県の方も優しかったりして、ちょっと甘えちゃった部分もあるのかなと思いますけどね。ありがとうございます。僕たちの密着していただきました。いや違います。山口のウォンテッドの密着ですから。あ、そうなんですか。ウォンテッドはまだ来てないですか。あ、もう来てます。あ、もう来てるんですか、はい。まあ、僕たちよりはもう全然遅かったですけどね。あ、そうなんですか。こういうとこですよ。だからどういうとこです。いや、わかるだろ。僕もよくわかんないですけど早く来るとかね、そういうのですよ。だから、あ、そうなの、ね。本番直前、もしもし、もしもし、盛り上がっていきましょうか。近いって言うけど、近いわーってなったから。ヘアスタイルを整える先中。
部分的に染めた赤い髪には理由がある。熱意ですよね。これは広島時代、当時僕ものすごいお金がなかったんですよね。で、その、まあ、当然のことなんですけど、染める量が少なければお金は少ないんですよ。で、当時まあお金がなくてここだけ染めて、まあ、伸びてもある程度ごまかせるのでお金のためにこれやってたんですけど、今、まあ、ちょっと正直なこと言ったら全部染めるぐらいのお金は手に入るようになったんですよ、仕事で。ただでもその初心を忘れないようにこれはずっと残して、ここだけ赤にして、でその熱意はしっかり残してっていう。相方のおかんとかわけわからんわ、その話ね。お父さん、いや親父も出てきた。 DD ライブが始まった。いやこいつ財布の話したのかよ。返してください。なんで頭の中に落とした本人で。お願いします。知らんから俺それの顔。客席からの注目が集まる。来いよ沖縄戦は11からつこれ一緒11からつこれはい、やるんじゃなかった先輩芸人2組が出番を終え、いよいよウォンテッドの出番。地獄でしたね。とにかくもう面白いと思って作って、抜群なものだと思って出すのに、いざやってみるとそうでもなかったり、あんまり受け入れてもらえなかったりするので、それって結構その作る側としてはきつかったですね。それ何ヶ月間も続いてたので。ただそれも一応バネにはなったんですけど、正直な気持ちを言うときつかったです。友達は普通に働いて、まあ、ある程度お金もらって車買って遊びに行ったりとか、まあ、普通20代がすることをしてて、まあ、僕たちは違うんで、その友達にできないことを僕たちができたり、僕たちにできないことを友達ができたりもあるんですけど、やっぱりそういう友達が多いんで、普通に働いてる友達がそういうの見てて、うわ俺普通に生きた方がええんかなと思ったこととか、やっぱりライブで受けなかった時とかはやっぱり心折れたりしましたね。はい。勝負のネタは山口県の方言。どうも、本当にありがとうございます。お願いします。いや僕らね、山口県出身ということでね、はい、そうですよ。やっぱり山口の方言、幸せますをね、はい、全国に伝えたいなと思ってるんですよ、はい、皆さん知ってますか、幸せます。知ってますか。ありがたいですとか、ね、そう助かりますとかね、うん、はいはい、そういうね、まあ感謝の気持ちを伝える言葉なんですけど、はいはい、まあ、僕らも日常で使っていくべきだと思うんですよ ね。こんにちは。幸せます。早いわ。何フライングだわ。早かった。あの幸せますっていうのは今日の意味含まれてない。ここじゃないんか。もうちょっといろいろあってからの幸せます。お願いします。こんにちは。こんにちは。今日いい天気ですね。あれ頭から血が出てますよ。血じゃないか。幸せます。どこで言うとやん。助かります。助かりますの意味もあるけど。何なんじゃ。そういうことで使うのやめて。もうちょっとシチュエーション変える。シチュエーション。シチュエーション。なんかね、ロマンチックなやつがいいわ。女はもう男やね。男？俺女の人やって、肩と肩がぶつかってお前荷物落として、で俺拾ってあげて渡したらもう幸せます言えるやんか。ああ、なるほど。これでやろう。ああ、何？やったね。いやこれ男、ちょっと男の人で。やっとるやん。男ってなんか概念違うんか。いや男の人。やっとるやん。こんなもんガッチリした人で。あ、ガッチリ。ガッチリで俺やります。ムキムキで。幸せますって言わんって意味ないやないか。何なんじゃ。やめ
客席の反応は上々だ。もっと受けると思った。もっと受けると思ったけど滑った。いや受けてるか。じゃあお前らが面白くない。いやと思っていると思ったんですけど、オカマのクオリティがちょっと低かった。オカマのクオリティがだいぶ低かった。上で練習してるとき結構クオリティ高かったな。あそこにエンジンかけすぎて片道分の燃料しかなかったんで。不満は残るが持てるものは出し切った。お前ら二人のことも絶対忘れないからな。残りの芸人たちもそれぞれベストを尽くす。ありがとうございました。あ、みんな食べた。客席の投票用紙が回収され集計に入った。はい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 、はい、じゃあまず1位。はい、お願いします。ボールボーイ。ウォンテッドは見事レギュラーの座を獲得。成長を証明した。投票用紙の感想にも嬉しい声が集まった。さらにこの1週間後、レギュラーとして臨んだ最初の DD ライブでウォンテッドは1位の座をつかみ大きな躍進を見せる。いやー、もうとにかくいろんな人に言いふらしたくなりましたよね。その僕らのそのやってきたっていう頑張ってきたぞ感をもういろんな人に出していきたいなと思いました。あの時はとにかく興奮したの今でも覚えてます。しっかりこのチャンスを次につなげて不動の1位を取って頑張ります。あ、そうみたいな。多分大木さんも目標高いところに僕たちもっといけるいけると思ってくれてると思うので、やっぱりそういう対応だったと思うんですけど、まだまだ喜んじゃいけないですね。はい。あっそうってる聞いてどうだった？あ、そうかと思いましたね。あっそうの、あっそうかと思いましたね。大きな躍進を遂げる中、住みます芸人としての人気は着実に終わりに向かっていた。ものすごく皆さんが応援してくれてるのでですね、私ももうやる気満々でございます。本当に二代目の山口県住みます芸人土佐犬が香川県を出発。およそ1週間かけて自転車で山口県へやってくる。これ本当こっちかな。10日間で100本漫才への挑戦は最終日を迎えていた。残り28本、焦っていた。これまで活動の機会の多かった防府市へ向かう。台風とかあったもんね。それで防府市について早々偶然ヘビーウォッチャーの一人に出会う。以前ライブにも来てくれた高校生で顔を覚えていた。感謝を伝えた。白前も頭下げよ。ありがとうございます。本当に駆け出しの僕たちを応援していただきました。ガチで高校入って1年目でウォンテッドもさんもすみます芸人 1年目でなんか初年度で一緒の気持ちであれだったような気がしたんで戻ってきます。大丈夫です。ちょこちょこね仕事はあるんで、その時にまた声かけてもらって、まあとりあえず今まですみます芸人としてやってきた中でこう応援してもらってありがとうございましたって。やだいやすごいごねるじゃん。やだ幸運は続く。ヘビーウォッチャー2号です。2人が抱負に向かうことを配信で知った別のヘビーウォッチャーが待っていてくれた。最初に見たときはランキング最下位でそこから始まってて、はい、もう山口最下位やんと思ってびっくりしてたんですけど、今はもう
今2位とか3位くらいまで上がってて、本当にずっと頑張ってらしてすごいと思って見てました。これからまたライブもレギュラー組上がられたし、広島でも頑張ってください。はい、お願いします。ありがとうございます。この後、商店街を中心に漫才の本数を重ねた。なんで急に逃げてくの？いや、逃げてくるのおらんで。困っとってやん。いや、困っても助ける加減とか考え。助けろよ。姉ちゃん行こうかな。すごい。最初何からあるの？すごい、すごいいっぱいある。すごい。最終日最後に訪れたのは、甲府市町の駅梅テラス。住みます芸人として初めてギャラをもらって仕事をした場所。11本ですね。きつい。今ちょっと上まで走って上がって、ちょっと何人か声かけたんで、もしこれでどうなるかわかんないですけど、来てもらえたらありがたいですね。この日出会った人たちやネット配信の中でも、ここで最後のライブを行うことを告知してきた。しかし客席は寂しかった。どうもー。いやいやいや、どうも。どうも、モンテッドです。よろしくお願いします。いやいやいや、ありがとうございます。あ、どこ行ける？ありがとうございます。お前、すごい勇者だね。はい、はい、はい、はい。トツジョ、ゲリラライブ。まあ、感謝の意を述べるために、ここ豊富に来たわけで。なるほど。今、漫才100本してるんですよ。館内に響く声に誘われて、客席が少しずつ埋まっていく。日没のタイムリミットを迎えた。まあ、まあ数はこのような感じですけど、その一組一組と結構そのなんていうんですかね、お話というか、こういうこういうことでやってるんですよとか、いろいろ情報を伝えることもできましたし、そういう面ですごい充実したなと思いますね。いろんな人に見てもらって、はい、いい経験になったと思うんで、もらった言葉だったりとか、やりながら思ったりしたことっていうのは後々までちゃんと大切に持っといて、はい、今見てもらった人たちとかに、はい、もっといい自分を見てもらえるように、はい、また今日しないで続けてください、はいはい、100本達成するまでは続きだと思います。その10日間でっていうのは達成できなかったんですけど、この決めた100本っていうのをやろうと思います。期限内で100本の漫才は達成はできなかったが、2人には大切なものが残った。山本家に戻り、住みます芸人生活最後の配信。 YNN ぶち大好き山口チャンネル、イエーイ、最終回。コメント来てます。100本漫才で出会った一人一人に配信を宣伝した成果もあり、この日の視聴数は9ヶ月間で最高を記録した。延長配信に5票ということ。いや、あなた持ち数1票です。同じく延長配信お願いします。配信終了時刻が迫り、視聴者からは延長を望むメッセージが次々と送られてくる。いつもより30分以上時間を延長し、送られてくるメッセージを紹介し続けた。2日後、2人は公園にいた。先中が取り出したものは
シールで埋め尽くされたカウント用紙。前日の1日で99本までやり遂げ、これから100本目の漫才をするという。最後のお客さんは、お疲れ様です。おはようございます。大木さん、すいません、今日来てもらったのは他でもないんですけれども、今漫才100本を回してたわけなんですけれども、昨日でようやく99本行ったんですよ。終わったということで、最後の1本は大木ゼネラルマネージャーにちょっといただこうかなと。大木さんに見ていただこうかなと思いまして。最後の漫才やろ、ちゃんとかっこよくやっていこうで。あ、ちょっと話変わるんやけどさ。いや、なんなんいきなり。お前さ、エリアマネージャーってご存知？バカにしてんか、お前。何ここのタイミングで急に。ちょっと説明してみろよ。いや、わかるよ、説明しようか。じゃあ、うん、いや、じゃあそのエリアマネージャーさんっていうのは、そのスミマス芸人と一緒にその県に住んで活動するけど、うん、その芸人のできんところからサポートしていくっていう、その芸人さんサポートするための社員さんやないかい。は？いや、なんだお前、アホか。アホはお前か。お前やないか。なんでその質問してくる形式になって。全然違うわ、お前。え、じゃあなんなんや。いや、エリアマネージャーさんっていう仕事は合ってないようなもんやから。いや、都市伝説か。合ってないようなものってなんなん。違うんか。いや、違うんかとかじゃない。なんなんそれ。いやいや、ちょっと空気思うで。何が。いや、一応その俺ら漫才見せるっつってね、今日大木さんに見せるっつって作ってきたやんか。でも俺、お前の台本通りに言ったから。おい、や、言うな急に。いや、急にそのネタバラすのやめろ。ちょっとお前から。いや、やめろってほんまに。メール来て、うん、いや、うん、こういう感じでいこうみたいな。やめて。いや、違う。大木さんどっちがネタ作るか知ってるけ。なんか俺急に悪者になるやんか。ちょっと考えてや。あ、そっか、エリアマネージャーっていうのは、完璧に最高な仕事を持ってくる社員さんのことか。下手くそか、お前は。お前最低やな、急に自分だけなんなん逃げて悪者にしようとしとるやんか。見え見えやんか。何が。いや、なんなんそれ。もう汚いね。もう汚すぎることオブスのごとしや、ほんまに。は？俺じゃあもう言うわ。大木さん、こいつなんか、大木さんの持ってくる仕事、こいつ変なのばっかりって言ってましたよ。言ってねえわ。大木さんでもこいつそんな言うけど、お前も取ってくる仕事全部やりにくい、やりにくい言ってねえわ、バカ野郎お前。大木さん、こいつなんか大木さん傘よりちっちゃいって言ってた。言ってねえわ。誰がそんなこと言ったら、パラソルみたいな持っとることになったやないかい。言っとったやないか。大木さんさ、水玉の傘ばっか持ち歩いてるから、お前お金持ってないんかなみたいなこと言うとったやないか。大木さん、こいつなんか大木さん、広島に戻っても山口で出会ってきた一人一人を大切にできる芸人でありたい。新しいスタートを切る前に、今できる最高の漫才を見せたかった。山口に帰郷し、大木さんに初めて漫才を見せたこの場所で。まあ、無理をしないと結果は出ないけど、でも、まあ、まだ若いんで、今だったら本当に何でもできるし、うん、誰よりも多分可能性はあると思うんで、頑張ってほしいですね。漫才をするのも楽しくて、でそれで笑ってくれるのを見るのも嬉しいじゃないですか。もうそれ全部が活力になるので、今このお笑いっていうのが、その今の時点で僕の活力全てになってます。一生やりたいことですかね。もう本当、死ぬまで漫才やりたいですね。やっぱり自分のずっと憧れてきたことなんで、まあ、もちろん今の相方と死ぬまで漫才やりたいなと思います。本当、生活の一部です。何よりもそこにいる自分が一番楽しむこと、でそれを周りの人に、身近な人から順々に伝えていくことだと思います。そう考えると、すみます芸人のってまさにお笑いそのものなんです。そうですね、考えてみれば。9ヶ月間の感謝を胸に、再び広島での下積み生活が始まる。